どうも、こんばんは、エヌメです。今回は東京ぐるりインボーク。ガシャで、まあこれが来てるんですけど、これはとりあえずスルーしますわ。プレミアムの方のこの劇場するトーカー引いていきたいと思います。これね、最初からカグネ出してていい感じでしょう。うん、普通に。欲しいですね。まあ性能はまあ別にめちゃくちゃ強いわけでもないけど、別に弱くもないのかな。適正に160、カニキアいくつなんだろう。これなんか毎回聞いてるな、カニキアいくつなんだろう。ただね、こいつなんかターン開始時スキルゲージが 25% アップって、これなんか最初から4分の1溜まってんだよね。だから速攻でなんか打てるみたいな感じで、なんだろう、このでもこれすごいな、このなんか3つ並んでんの。増加量がアップだから、増加値がアップだから、最初からめっちゃ溜まってるとかじゃなくて、あれか、スキルがめっちゃかかってるみたいな感じなのかな。スキルが溜まるのが早くなる覚醒あるじゃん。覚醒じゃないわ、アタッチメント。あれがなんかいっぱいついてる感じなのかな。このスキルはかっこいいんですよね、こいつの。かっこいいですね。というわけで単発、なんかね、ぐちぐち言ってたからかもしれないんだけど、10連で1枠 SR は確定になりましたね。でもね、SR が確定なのが別に関係ないですね。SSR しかいらないんで、正直。単発で引いていきたいと思います。なんか優勝で1日3個で引けるらしいんですけど、まあ、それはいいでしょう。単発10回いきましょう。まあ、本当にね、最近ピックアップが出てないんでね。SSR が出てもピックアップが出ない。なかなか厳しい状況ではあるレアですね。単発、どうなんだろうな。渋くなってきたな。なんか昔はポン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 出てたイメージなんだけどさ。レアですね。そろそろキャラ、いつもさ、同じパーティー使ってんじゃん。しかもあれ別にそんな強くねえしな、パーティー。重蔵いらねえだろって俺もなんか思ってんだけど、なんか入れちゃうんだよね。ドライスあるか。そろそろ SR も重ねれるような気がするんだけど、誰か。よく出てんの誰だ、俺 SR。渋いな。プレミアムガシャの渋いな。季節ものじゃねえんだぞ。プレミアムだったら、全部 SR。SR もっとポンポン出てなかったっけ、昔。あー、渋いな。おい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 、これは渋くないかい。おい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 、ちょっと待って、これはね、ちょっとモチベに関わりますね。今まで別に爆死したってどうでもいいやとか思ったけど、か最近コーンもレアばっかだと。きついな、さすがに。 SSR の数もめちゃくちゃいるしね、今何種類ぐらい、20ぐらいいるのかな。マジきついんだけど、待って、もうメンタルやられるんだけど。ラスト。うお、マジか。ラストでバチバチ来ましたよ。よかったよかった。もうこのままレアならもうマジ iPhone 投げ捨ててるとこだったわ。グール。ってことは、よっしゃ。やっとピックアップ引けたんだが、嬉しい。ちょっと待って、俺これさ、何パート、動画これもう25ぐらいだと思うんだけど、パートいくつ目のさ、何パートぶりのピックアップだよ。やっと引けた、ピックアップ。よっしゃ、普通に嬉しいわ。こいつ育成して、なんだろう、こいつは何は、あれか、強襲とかかな、なんかスキル打てるんだったら、強襲でも、やれるように、非常に積みますわ。というわけで、無事ピックアップ引くことができました。はい。素直に嬉しいっすわ。はい。お疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。綺麗だな。